トマス・ウッドコックは、イギリスの文章院付文章館、経譜学者。イギリス最高位の文章館ガーター主席文章館を、務めた。ダラム大学及び、ケンブリッジ大学に学ぶ。1975年に、当時のガーター主席文章館、アンソニー・ワグナーの研究助手となり、文章館としての経歴を歩み始める。1978年に、赤十字文章館補となる。 1982年にはサマセット紋章館に昇進している。さらに、1997年には上級紋章館であるのロイヤルスター統括紋章館に就任した。2010年4月には最高位の紋章館がアターュ席紋章館に任官した。その後、2021年に同紋章館を退任した。紋章館職以外にも、1990年に ロンドン高校教会フェローに選出されている。また、2005年には、党官を補佐する、ランカシャー副党官についている。彼個人の紋章のエスカッションを描いたもの、ウッドコックは1996年、国王誕生美女君に際して、ロイヤルビクトリア君ールテナントに除された。続く2011年にはコマンダーに異会を進めている。また、2017年に、ウィンザー紋章官、 ウィリアム・ハントの後を受けて、聖ョン騎士団ジェネラロジストに任じられている。その翌年に、同騎士団オフィサーを除訓した。また、ウッドコックは、文章館引退後の2021年、国王誕生日助訓時に、ロイヤル・ビクトリア勲章ナイトコマンダーに進んだ。ランカシャー等官職には、第5代、シャトルワース男爵がついている。ありがとうございます。